まあ、そういうのでやっぱこのオーナーちょっとおかしいんじゃないのというふうにこうなって、セブン東大阪の乱の終焉、はい、ということで、まあ、最初この昨年の2月からね起こったこの東大阪の乱で、最初は本当にこのオーナーたった一人の反乱でね40年覇権を取ってきたセブンイレブンが一気にひっくり返るというねことが起きて、これはもうびっくりだったんですけどね。その後やっぱり秋ぐらいに一気にこうなんか状況が変わるんですよね。あれは何だったかな、その間セブンイレブンもミスを結構エラーを重ねましたよね、うん、そうですね、うん、だから別に世間がセブンイレブンの方に味方についたわけじゃないですよ、うん、確かにね。ただオーナーさんも結構ツイッターとかで発信したりしてて、少しこう風向きが世の中の変わってきて、契約解除のね理由っていうのはあのクレームが多かったっていうことでしたよね、店舗のクレームが。それに対して隣があれ近代なのかな、うんうんうん、でその駐車に関わるクレーム、これは結構ありがちなんですよ。でそれがほとんどなのかなみたいな報道もあったんだけど、まあ、実はそうじゃないみたいなのが結構出ちゃって、これは本当かどうか分からないですけど、まあ、あのなんか杏仁豆腐どこにありますかって聞いたら棚見りゃ分かるんだろうって言って言われましたみたいな、まあ、こういう一個でも本当ね印象変わるんですよね。そりゃ普通言わないですよね、まあ、そういうのでやっぱこのオーナーちょっとおかしいんじゃないのというふうにこうなって、まあね、えけどねそれも本当かどうか分かんないから、ね、分かんないんだよね。だからね一回行けばよかったなと思って、うん、これ分からないんですよ、うん、だからそういうので完全にその辞められる時点ではねもう世の中的にもここまではこれもな続けさせてもはダメだろうみたいな意見が大変になっちゃって、まあ、セブンイレブンの方を味方してるわけじゃないけど、こうなったらそれは本部としては解除するよねというのがまあ数勢になったと思いますよね。もう一回考えてみると、コンビニっていうのはですね、ずっとその時の実は社会問題との戦いでもあるんですよね。だから今回もやっぱり根幹にあるのはやっぱり人手不足、求人なんかの人手不足、そこからの長時間労働、そして廃棄ロスみたいな、みんなこれも世の中の問題をずっと抱えてきてるわけですよ。このオーナーが出なくてもやっぱりここの社会問題でもう破綻寸前だったとは思うんですよね。でも大昔を振り返るとですね、コンビニって30年前にも1回社会問題だったことがあるんですよ。ほう。それはねあのトラックの問題、要はその頃はですねこの今の共同配送っていうのがなかったんですよ。ほう。だから、ね、おにぎりはおにぎりで持ってくるわけですよ。パンはパンで持ってくる。だから当時言われてたらね1店舗に1日に50台とか60台とかトラックがつくと。でもトラックだらけになって首都高がみたいなそういう話にもなって、これで社会問題になったの。へー。30年ぐらい前だと思うんですけど、そこをでもセブンイレブンが共同配送っていうのにしていくんだっていうことをかなりこのアピールして、へー、で実際にそれをやってってそうしたわけですよね。へー。そこもセブンイレブンの社会問題化したのをひっくり返したぞっていうね、そういう成功体験もあるんだよね。一方でこの社会のインフラというふうに言われて、それでまあ社会からこう必要なんだと言われる中、社会問題と社会問題のこう2つをこう抱えながら何とかしようとしてもまあ結局ならなかったということなんだよね。今回こうなって結果的に昨年で一区切りでこのコンビニが変わるということになったんだけどね、まあ、こんな本も出ましてね、コンビニが日本から消えたなんて渡辺博明さん、僕は知らないんですけど、割とテレビとかでも出てる人らしいんですけど、コンビニがね消えたならって書いてありますけど、まあ、読めば絶対に消えないよってことが書いてあるんですけど、まあ、僕もそう思います。じゃ あ, まあ今後どうなっていくのかっていう話も含めてですね、ファミマ、ここのチャンネルでは僕はあのファミマ澤田さんはこの結構押してきて、そこでも年明けですね無断発注があったと本部社員によるねなんていうニュースもあったんで、まあそれについてちょっと次回話をしたいと思います。